マッチョとズボラ料理の世界へようこそ。誰もです。今回はですね、お正月に大活躍するヤバい鶏塩雑煮というものをね、作っていきたいと思います。めちゃくちゃ簡単なのでぜひお試しください。それでは材料紹介ですね。今回使用する材料はこちらです。せーの、ポン。はい、ということでね、今回使用する材料もうこれだけですね。マチョマチョシンプル、ラダーアキコ、白だし、お餅に柚子の皮、そして生しいたけ、鶏肉、お塩、以上になります。でね、材料の説明をしていきます。今回はですね、調味料を2つで作るということで、白だしとね、お塩を使用します。あとはですね、こちらの鶏もも肉から出るだしを利用して非常に美味しいね、お雑煮に仕上げていきたいと思います。そして柚子の皮ですね、こちら柚子1個丸々売ってあるので、その柚子の皮をね、少し切り取って洗っておいてください。この柚子の皮がない方は最悪ですね、柚子胡椒を溶かし入れても上品な味わいに仕上がって美味しくなります。そしてですね、今回はよりシンプルに仕上げるということで、椎茸しか使ってないんですけれども、その他にですね、人参とか塩茹でしたほうれん草、あとはですね、三つ葉を最後に飾ってあげてもよりカラフルになってね、美しく仕上がります。ほな早速やってくれ。ということで、まずはこちらの鶏もも肉に下味をつけていきましょうね。お塩は鶏肉両面にね、しっかりとまぶしてあげてくださいね。このお塩を振ることで鶏肉の旨味を最大限引き出すことができますのでね。そしたらですね、お次にフライパンを用意して、こちらにですね、油少々加えます。だいたい小さじ1杯ぐらいで大丈夫です。そしてですね、鶏肉の皮目を下にした状態にして、皮目をね、パリッと、そしてこんがりと焼き色がつくまで弱火でじっくりね、焼いていきます。もちろんね、油を引かなくても鶏肉の皮からね、鶏の油が出てくるんですけれども、あらかじめ油を引いておいた方がより鶏肉の油と旨味を抽出できるので、今回はですね、必ず油をあらかじめ引くようにしてあげてください。そしてですね、皮目が反り返らないように、あとはコンロ付近がね、鶏肉の油で汚れないように、アルミホイルをね、こんな感じでかぶせてあげて、この上からね、重しをね、乗せてあげましょう。このようにですね、フライパンを覆うようにしてアルミホイルを、かぶせてあげることで、コンロ周りもね、汚れにくくなりますのでね。鶏肉をですね、焼いている間に椎茸の下処理をしていきます。鶏肉を焼いている間に椎茸の下処理をしていきましょうね。椎茸はですね、濡らしたペーパーでこんな感じで汚れを拭き取ってあげますね。はい、水で洗い流してしまうとね、椎茸特有の香りも飛んでしまいますのでね、汚れがあればこんな感じでトントンとね、拭き取ってあげてください。そして、軸を落とします。もちろんね、このままでもいいんですけれども、華やかさを持たせるためにここにね、飾り切りをします。もうこれはできない方はやらなくても大丈夫です。はい、こんな感じですね。コツとしては包丁を斜めに入れるんですけれども、椎茸のこのね、中心の部分に V 字の底が来るようにね、切るわけですよね。真ん中の部分に来るようにストンと下ろす。これで OK。 そしたら柚子の皮ですね、この柚子の皮ですね、細く千切りにしてあげてください。柚子の皮を入れることで上品なね、香りが立ち込めて非常に美味しいお雑煮に仕上がりますのでね、これはできれば入れてあげてください。はい、ということでですね、弱火でじっくりとね、焼き上げたので中見ていきましょうか。こんな感じ、めちゃくちゃいい焼き色ですね。そしたらね、一度火を消します。このまますぐにね、鶏肉を切り分けると肉汁が溢れ出るので、一度ね、フライパンにかぶせておいたアルミホイルでこんな感じでね、畳んで、そして保温しながら肉汁を落ち着かせましょう。そしたらですね、お次にこちらの鶏肉の油でお餅を焼いていきます。これポイントですね。お餅の表面にですね、鶏肉の油と旨味、あとは香ばしさをつけてあげることでね、非常に美味しいお雑煮に仕上がります。そしてこちらをですね、弱火で両面焼き色がつくまでじっくりと焼いていきましょう。そしてね、お餅の中までしっかり火を通すために、
蓋をしましょう。あとはですね、お餅は焦げやすくなるので焦げないように注意しながら両面こんがり焼いてくださいね。はい、ということでね、大体3分から5分ぐらい経ったのでこちらひっくり返します。あ、いい感じの焼き色ですね。そして裏面もこんがりと焼き色をつけましょうね。お餅を焼いている間にね、そろそろ肉汁が落ち着いてきたと思いますので、こちらを食べやすい大きさに切り分けます。はい、こんな感じでね、食べやすい大きさに切れたら OK ということでね、裏面も焼けたと思いますので取り出します。わお、ベイマス、めちゃくちゃお餅が膨れてますね。はい、ということでですね、お次にだしを作っていきますね。まず先ほど焼いた鶏肉を入れて、こちらにお水ですね、お水、そして白だし、あとは椎茸も入れましょう。そしてですね、グツグツと沸くまで中火でね、加熱します。そしてですね、このようにアクが出てきますので、アクはね、取り除いていきましょう。そしてこのようにね、グツグツ煮立ってきたら弱火に切り替えて、この出汁が沸騰しない程度に加熱していきましょう。ここでね、じっくりと加熱していくことで椎茸の旨味、あとは鶏肉のね、出汁をしっかりとこの出汁汁に移すことができますのでね、はい、ここで沸騰しない程度にじっくり加熱していきましょう。はい、ということでですね、だいたい5分間ぐらい煮込みましたね。そしたら一度味見をしてみて、味が薄ければね、お塩とか少しお醤油を垂らして調整してください。僕はね、この味が好みなので火を消します。そしたらですね、このようなお椀にお餅を入れてあげて、ここにね、だしを入れます。そしてですね、最後に柚子の皮をね、真ん中に乗せてあげたら完成です。はい、ということでですね、お雑煮完成いたしました。それでは、いただきましょう。辛いのがお好きな方はですね、七味を少し振りかけてあげてください。いただきます。うまっ。だしも優しいんじゃ。お餅を鶏肉の油でじっくりとね、そしてこんがり焼いているので非常に香ばしい。そしてこのだしですよね。調味料はお塩と白だしだけにもかかわらず、味がね、バッチリ決まってます。はい、ということでね、今回ご紹介したお雑煮いかがだったでしょうか。もうね、めちゃくちゃ美味しいので、ぜひともね、お正月に食べて幸せな気分になってください。それでは、See you next match ね。ただいま筋肉を増やすために絶賛増量中ということで、お餅2個食べたんですけれども、まだまだ食べます。このぐらいのね、結構大盛りのご飯にだれうま特製の松前漬けですね、これをかけていただきまっちょ。デブッチョ。